困難救助隊の初代隊長の黒田武弘と申します。令和3年2021年、1月の10日の日曜日です。全国的にはですね、東北、北陸とかですね、大変な大雪に、予報道になってですね、なんかまた車がもう1日立ち往生でですね、なんか15時間も車でこう閉じ込められてる、ものも食べられないとか、そういうニュースなどが出るとですね、いや日本もね、本当にこう雪の地方大変だって言うんですけど、ね、ここはね、こう茨城県の南部はあれですけどね、今日は本当に縁側日和っていうか、本当に風も少なくですね、こう日向は暖かくてですね、ただ12日にですね、ちょっと関東の方も、もしかしたらもう雪かっていう、ただレベルが違いますよね。5センチくらい積もったらもう大騒ぎですもんね、関東南部はね、まあ、茨城南部もそうですけど、難しい、そういうのもあるし、また新型コロナもね、こう今暦ではね、土日月とね、あした成人の日ということで、まあ連休なんでしょうけどね、私はちょっと不定休だからちょっと暦通りじゃないんですけど、まあ今日休みを取らせてもらったんですが、本当に大流行しちゃってましてですね、本当にこう、東アジアのあたりは少ない、なぜかヨーロッパ多いっていうところじゃなくなっちゃいましたね。日本も多くなってきちゃいましたね。そんな中ですけど、まあ、この前ちょっとね、不要不急じゃない、ちょっとどうしてもっていう外出があったので、水曜日でしたっけ、それでちょっと新聞、ちょっと私休みの日にねまとめてるんですけど、なんかその日にちょっと時間がなくて読むことできず、ちょっと気力がなくてですね、今日6日間分の新聞をですね、ようやく昼食挟んで、1時2時近くにですか、見通し終わりましてですね、一応まあ全部をこうペラペラめくってですね、その中でですね、一つ困難救助隊でもですね、茨城新聞で大事なものがあったん でネットでもちょっと日経新聞なんかでも出してるんですけど、ちょっとポジティブなとこばっかり日経新聞のネットでは出してなくて、茨城新聞の方がポジティブじゃない面っていうか、総合的にこう出してるんで、もうまあ著作権違反じゃないでしょうから全部読んちゃいますね。不妊治療の女性拡充、これ菅総理の言ってたことですよね。本当に、前総理のね、総理じゃなくて、本当に、これだけでも良かったですね。政府2回目以降も30万円って書いてるんですけど、どういうことかっていうと、ちょっと眼鏡取んないとちょっと見えないの。不妊治療への政府の助成制度が今月から拡充された。これまでは初回のみ30万円、2回目以降は15万円だったが、2回目以降も30万円に倍増。助成回数も、子供ごとにリセットし、より使いやすい仕組みにしたと。不妊治療の経済的負担軽減は、菅義偉首相が、昨年の自民党総裁選時から訴えていた目玉政策で、2022年度からは公的医療保険の適用も始まるそうです。これはすごいですよね。もう不妊治療にですね、公的保険が、適用されると。じゃあ今まではされなかった、対象は体外受精と顕微受精、これまでと変わらない対象はね、不妊治療で体外受精と顕微受精についての不妊治療ということでね、他にもいろいろ不妊治療あるんでしょうからね、こう荻野式とかね、まあ逆算すればですか、荻野式っていうのは避妊の方ですか、で女性を受けるには夫婦の合計所得が730万円未満という制限がありましたが、これを撤廃と、これを今月から撤廃と、1月から事実婚も対象にすると、女性回数は妻が40歳未満、治療開始時ですね、これ大事ですけど、の場合は最大6回までだったんです、今まで。ところが、子供1人ごとに6回改めたと。だからすごいですよね、
子供一人ごとにですから、だから相当増えるんじゃないですかこれね、うん、最大6回と子供一人ごとに6回したら、2人産みたかったら12回なんでっていうことですか、これすごい、すごい、これは大改革ですよ。だからね、菅総理はね、スピーチは下手だそうですけど、こういうねデジタル化にしたって本当に前のね、ベベさんでしたっけ、アーさんでしたっけ、あ、ピー総理なんかね、こんなこと言いませんでしたもんね。で、例えば第1子の妊娠時に6回受精を受けた人でも、第2子の治療の際はまた6回まで受精が受けられると、女性が、女性って言ったって、ウーマンのことじゃないですよ、助けるなるっていうことね、ヘルプの方ですね。妻が40歳から43歳未満の場合は子供ごとに3回までになっちゃうそうです。まあ、で一方治療開始時の妻の年齢が43歳以上の場合は女性の対象外となる点は変わらないと。ただ新型コロナウイルス感染拡大に伴う特例措置ありと。まあね、43歳以上になるとかなり妊娠率が低まってしまうっていうのもあるんでしょうけど、まあ不妊治療をやっちゃいけないってわけじゃないですからね、誤解しちゃいけませんから。これ国からの助成金が、1回あたり、初回、1回ずつ30万円ですか、それが出なくなっちゃうってことでね。でもなかなか、だからできればね、40歳未満に、39歳までに、治療を開始すれば、なんですか、体外受精とか顕微受精でねやれば、これまでよりも多く助成金が出ると。で、1月1日以降に終了した治療が対象で、領収書などを添えて自治体に申請する必要があると。やり方で、不妊治療は現在公的保険の対象ではなく、全て自費となる自由診療だそうですけども、そのため治療にかかる金額は医療機関によってばらつきがあるそうなんですが、政府は22年4月から今21年ですもんね、来年4月から不妊治療を公的保険の対象とすることを決めており、保険が適用されれば通常は医療費の3割の自己負担で済むことになると。だから本当にね、これ菅総理ね、本当に、体外受精と顕微受精ね、顕微鏡、こうやってこうちょっとやり方が若干違うわけですけど、まあ、人工受精ですよね、これに国が女性、保険適用で、もうだいぶこれね、回数も増え金額も下がるということで、非常にね、これ活用が多くなればっていう具体的なね、少子化対策として、その前に結婚しなきゃいけないですけどね、困難救助隊っていうのは結婚したい人が結婚できる社会ですけど、まあ、お子さんのためにはね、で昨日見た映画なんですけど、あの名作と言われる野村義太郎監督のね、これ松本清張原作の映画をだいぶね、作られた監督だったそうですけども、1974年私が7歳の時ですね、7歳って言ったらこれから本当にねどういう人生を歩むのかっていうね、小学校低学年の時、それ松竹のですね、砂の器、これ名作映画と言われてるんですね、日本映画の中でもね、46年前の作品ですけどね、で主演が丹波哲郎さんですね、で重要な役割が加藤剛さんですね。加藤剛さんといえばね、何ですか、加藤剛さんといえばもう大岡越前ですけどね、テレビはね、本当真面目な人だったそうですよね、映画では白黒ですけど栗原小牧さんとやった三浦哲郎さんのですか、芥川賞の撮った忍ぶのは、あれが素晴らしい映画でね、あれこそ本当に純粋な男女の愛とかね、夫婦のスタートっていうのをね、本当のこの、まあ、キリスト教じゃなくて、そこの人たちはね、東北で違ってましたけど、本当のバージンロードを歩けるね、今は嘘ですもんね、この本当に少女なのにロード歩いちゃうっていうね、なんだか分かんないですよね、そういうなんだかわけわかんないこのドローンみたいなことやってますけどね、でもドローンもね、かなりこうすごい話がありましたね、あの農業なんかでもこう、種でも鳥が食べないように深く植える
ドローンの、ね、こう種まきの方法がねこうできたとかね、稲作でね、なニュースもありましたね、記事でね、うん、で、あの困難救助隊としては、あの大体父親と加藤義さんが演じてるんですけど、61歳で随分老け役だったんですけど、あと映画の中では雷病って言ってましたけど、ハンセン氏病ですよね、ちょっと、うん、顔とかね、こうそういうところに影響が出る、うん、まあ、ルックスの問題と結婚なんていう問題もあるとは思うんですけど、そこら辺も考えなきゃいけないし、で、村から追い出されるんですね、子供連れてね、その子供が実はあの後で名前変えるんですけど、で世界的に新進音楽家として売り出す人になるんですけど、ピアニストので、その映画は本当の本当にね、芥川靖さんとかのそのもう一人の人がこう実際こう、ピアノのこう代役を務めたりしたんですか、だけどそのね厳かなクラシックのシーンが入ってるのもその映画にすごく 重みを増してるんですが、もう全国津々浦々のなんていうか風景ですね、あのロードムービーみたいな面もあって、そこら辺も壮大なドラマになってるんですけどね、うん、加藤剛さんね、でそのね子役はね、あの1966年生まれで私より1学年上の人なんですけどね、うん、子役だから私もあのくらいの子役の、うん、ほとんど同世代ですもんね、あのその人の親として加藤義さんが出てたんですが、加藤義さんでもまだ生きてるっていうあの役柄でしたね、ハンセン氏病 で車椅子になっちゃってましたけど、で本当にね加藤剛さんが大人になって、加藤剛さんが、うん、そういうねあの、うん、話聞いたらこうおえつの演技がすごかったですね、ものすごい迫力のおえつでね、加藤義さんのその昭和46年だから1971年が舞台設定なんですよね、うん、まあ映画はね、うん、だから本当にその頃の、うん、戦争の影も引きずってたんでしょうけどね、その頃はね本当に、うん、だって私がね1967年生まれったら1945年が終戦ですからね、22年しか違わないわけですよ、うん、あ、うん、それで昭和46年ですもんね、うん、戦争の影がまだあったけども、まあ、高度経済成長からまあね、うん、でも昭和50年代からまた雰囲気変わってきましたよね、なんとなくね、うん、今に至るようなね感じが、49年くらいから違ってた、48年あたりはまだ昔を残してたんですかね、47年なんて言ったらだいぶね違いますよ、うん、だいぶ違っちゃいましたよね、まあ、東京オリンピックがまあ前回のね39年か37年でしたっけ、39年でしたね、 あったとしてもね39年だった、まあ、うーん、だけどそんでね、丹波哲郎さんのね、うん、丹波哲郎さんが刑事役でねコツコツ歩く本当に、うん、貴重な、ただ52歳の時の丹波哲郎さんですから、ちょうど私がね今53歳なんで、ああ52歳の頃の丹波哲郎さんこうなのかってね、ちょっとやっぱりね、あの G メン75のボスみたいなねあんな感じにはなっちゃってますけど、でも比較的若い感じしますね、しましたね、うん、雰囲気は本当に映画の重厚さがある名作と言われてゆえんでしょうけど、まあ父とこのねその複雑なその、うん、結局あの尾形健さんの駐在いい駐在さんなんですけど、その人が引き離すんですね、あの当時はちょっとハンセン氏病っていうのは感染症かなんか分かんなかったんで、うん、それで引き離されちゃうんですけど、うん、でもそれで懐かないんですね、あの子供だったのその、うん、人はね、あの、うん、大人になってから音楽家になる加藤剛さん役のね懐けずこう出てっちゃったら、あの一生懸命探して尾形健さんがね、うん、ところがねこうある日大人になってから謎の、うん、死体が発見されて、それが元駐在だった尾形健さんだったっていうところから始まっていくんですけど、それを一生懸命丹波哲郎さんと、あと若手刑事のね当時25歳ですね、今あの千葉県知事になられていまして、まあ今回であの知事辞められそうですけどね、出馬しないで次回選挙はね、
あ、森田健作さんがね、やっぱりいい男ですね。俺は男だですね。うん、トイヤーですか、違いますね。あちゃーじゃないですかね。なんかそんな感じのですね、うん、森田健作さんがね、うん、で島田陽子さんが21歳くらいのね、非常に美人ですね、島田陽子さんの若い頃ね。あ、その後ね、なんかウィキペディアで見ましたけど、世間なベビーですか、ロックンロールのね、内田裕さんね、キキキリンさんとね、うん、離婚しないで過ごしましたけど、その頃、うん、後のね、島田陽子さんとは不倫しちゃったのが内田裕也さんだったんですね。それで内田裕也さんにね、貢いで、まあ現在の三田寛子さんの旦那の何でしたっけ、中村何がしでしたっけ、あの歌舞伎役者のね、鼻の長い強そうな男ですね、うん、象さんですか、あのまだね、三田寛子さんかわいそうにね。だけどその32歳の愛人女ってのもバカですね。名前出せばいいですね、実名ね。女に甘すぎんですよね、うん、で立派な女の人はいるんですよ。だけどふざけた女に甘いんですよ、日本っていうのは、うん、アメリカに負けたからですけどね。うん、だけどね、うん、まあそんなこんなで、まあ、その洋服をね、列車からね、こう昔はこう窓開けられたんですよね、こう今もわかんないですよ、危ないですけど、こうちぎったやつをね、こう花吹雪のようにこうパーッと 舞うんですね。それのね、横側のシーンとかでしたかね、島田陽子さん大変美しい21歳でね。で実生活はその後大借金こしらえたりね、ヘアヌードになったりね、年取ってからね。そんでまああとアダルトビデオっぽいの出たんですか、あの何でしたっけ、あのなんかそういうね、芸能人、をね起用するやつでね、あの何でしたっけ、あのウインクの片方もねなりましたよね、ちっちゃいもんね、うん、それも今どうなってるんですかね、そういうのね。でもダメですね、そういうなんだかわかんないですけど、でもそういうね、ああまあそういう島田陽子さんがね、ああでもなんだかこうそれはかわいそうだったんですよ。加藤剛さんと、はあの山口かりんさんっていうね、あのなんか大財閥かなんかの娘と結婚する約束をしたんですけど、新進の作曲家兼演奏家になって、で人気急上昇のね。ところがそのホステスで愛人だったその島田陽子さんが身ごもっちゃうわけですよ。で島田陽子さんは21歳の時のね、あのその役の人はね、名前はちょっと忘れちゃうんですけど、だからちょっと役名で言ってますけど、子供産みたいって言うんですけどダメだって言うんですね、加藤剛さんがね。自分にこう あの自分の地位がね崩れると思ったから。だけどハンセン氏病はね、とあの遺伝だったか感染だったか分かんないとか、あったのもあったのかどうか分かんないですけど、とにかくそれでこう悲しくてかけちゃうんです、寒いところでしょうかね。そしたらそのなんだかちょっとかけ方が悪かったのか、こうあの下血しちゃうんですね。それで、病院に運ばれるんですけど、本人も死んじまうっていうね、かわいそうな役で。だからそういう婚外性行為っていうのはダメだなっていう、かわいそうなことになっちゃうんだなっていうようなね、うん、そういう本当にね不幸になるばっかりですよ、シングルマザーとかになったってね。だから死別は悲しいですけど、離別はなるべく本当にね我慢してしないようにね。なんで付き合ってね結婚したのに離婚しちゃうかって言ったらね、それでシングルマザーになっちゃったってね。で、それで後々まで面倒見ない男っていうのもね、本当堕落してますよね、男女がね。男女の堕落の、結果がシングルマザーの増大と少子化でしょうね、うん、で親と子の絆で、うん、結局そんなところからまあ大体分かっちゃったでしょうけどね、転落するんですね。そういうなんか結局はね、そういう父公のね離されちゃったらね、でいい駐在さんでもね、ただ里子としてね本当仲良くなってよかったの里子になってっていう養子や親御さんもいるし、義理じゃないけど、なんていうんですか、あの血はつながってないけどね、いろんなパターンがあるんでしょうけど、砂の器っていうのはそういう方向に行った1974年のね、野村義太郎監督ですかの、映画版はね、テレビドラマ版も2回くらいその後やってるみたいですけどね、うん、でテレビ解説欄のですね1月5日の茨城新聞のウォッチでですね、
これが分かんないですね。これから調べようと思うんですけど、ドラッグクイーンエスムラルダさんっていう人がですね、何者かちょっと分かんないですけど、丁寧な日本語でですね、これ朝ドラに見る現代の空気、父親像の描き方に変化って書いてあって、昔はね、こう私はね、家父長制でもお父さんがしっかりしてればいいと思うんですけど、まあ社会のアホなね、フェミニストな人たちが壊しちゃいましたから、家父長制にリアリティを感じる人が少なくなったから、今のね、私と同い年 あのウルフルズの盗撮松本みたいに、ダメ親父が子供の足を引っ張るパターンがまで出てきてしまったと。昔はね、あの立派な、あの親がねいてね、あの子供の奔放さをこう壁になるっていう連ドラだったけど、が多かったけどっていう、で近年は友達のような夫婦や妻を立てる夫が、逆にね描かれることが多いとかね、愛と誠でしたっけ、愛と何でしたっけ、ねねじゃなくて忘れましたけどね、なんか今ジャニーズのね俳優部門としてトップクラスになりましたけどね、あの人ね、誰対つか忘れましたけどね、うん、ダスキンがなんかのコマーシャルね、あの伊藤蘭と水谷豊の子供のね、2文字のね人とダスキンのコマーシャルとか出てたりしましたよね。3文字だったかな、 2文字か3文字なんですね、なんて言ったかな、忘れちゃうんですね、あんなどうもね。そんなこんなで、とにかくなんだろう、とにかくそういうね、政府もね、ようやくそういう高齢出産のね補助も始めましたし、あの結婚したい人は結婚できる社会へと、で特に男性はね50でも60でも、まあ、精子も劣化するそうですけど、まあ女性に比べるとあの年取っても子供はできると、で女性もね、そういう女性も助成金も始まるそうですし、あのというか、こう幅が広がるそうですし、あの、科学もね発達してね、新型コロナ乗り切ってね、そうすればこう明るい未来待ってるかもしれないし、でジャネット・ジャクソンもね離婚しちゃったのは残念だったかもしれないですけど、50で出産してる人もいますからね、だから希望を失わずにね、十何年経ってから子供が授かったっていうね、なんだか人たちもいますしね、だからもう夢と希望を失わないことで諦めないことだと思いますけどね。ただその一方で本当にこうオロセとかいう男がね、ひどい悪魔みたいな男がね、不幸なね、そういう愛人のね、あのそういう島田陽子さんの砂の器のね1974年の映画みたいなね、子供を流産して死んでしまうようなね、自分も母体もね影響を受けてみたいな悲しいことも一方ではあるっていうね。でコロナのねあの話 NHK やってましたけど、女性はこう妊婦になるとお腹大きくなりますから、肺とかこうやってねちょっと平らな時より圧迫されて、ちょっとそういうところで負担がかかったり大変だって言って、本当女の人大変ですからね。だから女の人もそういうなんか援助交際とか変な、わけのわかんない男性遍歴しないで、本当に信頼できる立派な、あのなんて思いやりのある男性一人だけと結婚して、でお子さんね2人とか3人ね、そうすると兄弟仲良く楽しいですから、まあ、なんか悪い兄弟も若鷹みたいになっちゃう人もいますけど、そんな人じゃない人たちもいますからね、素晴らしい兄弟ね、格闘技の何兄弟でしたっけ、あのミクルとミみたいな人もいますしね、だからね、でなんか、それこそね、あの双子の兄弟高源氏の兄貴は、雷神に出ちゃって言ってましたけどね、ダメですねあの人も、暴力なんかしちゃったらね、だから今度は自分も痛い目に遭うっていう格闘技に行きましたけどね、でも本当にね、格闘技はすごいですね、本気ですからね、本当にね大変なことですよ。とにかくね、結婚もね、結婚難問題も、結婚した人が結婚できる社会に、それこそ本気でね、本当にそうだったら、こうなんだかこう素人売春婦みたいなになるような女の人もいなくなって、男の人と女の人が本当に結びついて生涯尊敬し合える社会になれば、それで子供がこうお父さんお母さんありがとうっていうね社会になれれば本当にいいですね。